内の写真を撮りたくなるインスタ映えスポットを紹介するコーナー、大分グラム。由布岳と鶴見岳の間を流れる由布川の景勝地、由布川峡谷。長い年月をかけて作り出された巨大な峡谷は幻想的な光景を見せてくれます。60万年前に大きな噴火をして、そしてその火砕流とかが流れ込んでできた渓谷になりまして、だいたいね50メーターから80メーター両岸にねずっと一枚岩が続いてまして、峡谷と言われるところが12キロメーターあります。奥の方に行けば40数畳の滝が流れていると言われております。流れる水と岩肌が織りなす姿は思わず写真を撮りたくなるほど訪れた人を魅了します。どこを背景にしてもいい写真が撮れますよというふうに言っております。写真家とか県外から来た方なんかは、一番奥のねチョックストーンって言うんですけど、大きな岩が挟まったそこにぜひ行きたいって言われますね。片道45分からやっぱ1時間かかるんですよ、行くときはね。相当の覚悟とやっぱり装備がいりますね。ここで1日ね楽しむ人いますよ。60メーター降りたらこの風景が別世界ですから、ね、この景色はなかなかないと思います。自然が作り出した幻想的な景観をカメラに収めてみては。大分市上宗像にある筋膜整体院カーム。筋膜調整を取り入れたソフトで優しい施術の整体院です。ここで日々お客様の体をケアしているのが鶴田祐介さん。もともと病院で、総合病院で10年間理学療法士として勤務していたんですけども、やっぱり不調や痛みとかを日常からもうずっと抱えている方っていうのはかなり多いといった状況で、それをどうにかこう入院する前に予防できないかなと思って開業に至りました。僕の整体があんまりこう揉んだりしない、本当に柔らかいような施術、運動も合わせて行うので、どんどん動きが良くなってくるのと、生活の中に痛みの原因だったりっていうのはどうしてもあると思うので、なるべく早く不調とか痛みが取れるようにサポートさせていただいてます。お客様に寄り添った丁寧な施術で人気の鶴田さんには、実はもう一つの顔が。それはボディメイクのプロ選手。もともと趣味で筋トレやってたんですけど、今はそのサマースタイルアワードっていう団体のスポーツモデル部門のプロ選手として活動しています。去年が日本大会2位だったので、今年こそはちょっと日本一を取りたいと思ってます。さらに自慢の筋肉を生かしてこんなことも。別府の温泉祭りだったりとか、トークショーだったりとか、そういったイベントにもお声かけいただいているので、呼ばれれば行っています。大体脱いでするイベントが多いです。やっぱ子どもたちとか結構喜んでくれるので、してる側としてはすごく楽しいです。ピラティスっていう資格を取得中なので、筋膜整体と合わせてより予防に特化した整体を皆様に提供できるように頑張っています。より大分を盛り上げて皆さんにこう筋肉をお届けできればと思ってます。